さん、おはようございます。みかん高弘の釣りに関するニュースになります。今回は臨時ニュースではなく、先月の台風19号によって被害を受け、現在も立ち入り禁止になっている場所のお知らせです。そのため、すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれません。まず最初に早川港です。早川港ですが、釣りができるのは大きく分けて2箇所あります。一つは駅側の小堤防です。こちらは今でも釣りができます。そして被害を受けて立ち入りおよび釣り禁止になったのが、荷さばき場と呼ばれる場所です。門が閉まり、張り紙がしてあります。そのため11時になっても現在は開放されないので注意してください。荷さばき場ですが、壁の一部が崩壊していたりしました。いつ復旧するかは現状ではわかりません。新たな情報が入り次第お知らせをしたいと思います。続いては人気の釣り場でもある大磯港です。大磯港も台風19号の被害を受けました。現在釣りが可能なのは漁港側と東堤防ですね。そして立ち入り禁止になったのは西防波堤遊歩道です。被害の大きさは不明ですが、施設が破損しているため閉鎖だそうです。大磯港西防波堤遊歩道の復旧時期は未定となっています。施設利用の可否は大磯町のホームページにてお知らせがあります。分かり次第私からも追ってお知らせをしたいと思います。今もなお台風の爪痕が大きく残っている場所もあります。今はただ漁港施設の早い復旧を祈りましょう。以上、みかん高弘による釣りに関するニュースでした。